この板をあの平らにしたいんですけど、この手押しカンナは15センチの幅しかありません。これまあ30センチぐらいある、幅30センチぐらいの幅の木なんですけど、これではあの手押しカンナで平らにすることができません。こちらはあの自動カンナですね。これはあの30センチ以上の幅がありますので、この木を平らにすることができますけども、片面があの平らでないと、これは平行面を出すだけですので、片面を平らにする必要があるわけですね。でこれガタガタしますので、このままではあのこの厚みをあの平行な面厚みの板を作ることができないですね。ですから何らかの方法であの、平面を出すことをまず最初にしないといけないわけですね。この板ですね、これまああのこういうふうに沿ってるんですけども、あの幅が30センチぐらいあります。これあのこれあの平らな面が出ていませんので、こうこんなふうにガタガタになってます。でこれをあの15センチ幅の手押しカンナしかないので、あの大型 の, あの手押しカンナ、幅が30センチとか40センチもあるような大型の手押しカンナですと、これを一発で平らにすることができるんですけども、この状あのあの手持ちの15センチ幅の、手押しカンナではこれを平らにすることはできないですね。それであのただし自動カンナの場合はあの幅が30センチまでぐらいまであの、削れるものが多いものですから、この板もなんとかその自動カンナは通るわけですね。ですから自動カンナをとあの使って、この板を平らにする方法を、考えたいと思います。で、一つの片面が平らになれば反対側は自動カンナで平らにできますので、まずその最初に片面だけ平らにすることをまずやってみます。それにはあの少々ジグとかあの、が必要になってきます。この、 あの台となるあの合板にこのストッパーを取り付けます。この板は、まあ、あの自動カンナの中に 入っていくあの合板ですね。これがワークを載せるあの台ですね。ここにあのストッパー用 の, あの木を接着してあります。それで、まあ、あのこの、ワークの木をこの上に乗せます。それでこういうふうな型がありますね。まあ、これについてはあのこういうくさびですね、くさびを入れてあの型がないようにします。こういうふうにくさびを入れていくわけですね、隙間のあるところへ。それであの片側だけ入れますと、あの片側だけ削ることになるので、あの板が最終的な板の仕上がりが薄くなってしまいますので、できれば両側に入れた方がいいですね。隙間を半分ずつぐらいにして、あの両側あのここ2箇所がでガタがありますけど、片側だけじゃなくて両側にくさびを入れて、ガタを取ると。それであのこれをあの、これをこのままあの自動化の中に入れるわけですけど、動くんですよね、あのこのままで置いておくと。だからあのホットメルトとかそういうもので固定する必要があるんですけども、アメリカのサイトを見ていると、あのこういうゴムですね、
滑り止めのゴムで防止してるというのがありました。そうすると動かないということですね。この一応ゴムを入れて、ガタを取ってみたいと思います。これで動かないですね、これでいけそうですので、この出っ張った部分が邪魔になりますので、ノコギリでカットします。くさびを入れてカットし、はみ出ないようにカットしました。これで大丈夫なそうですので、自動カンナの方へ行って削ります。これはかまぼこ状に沿ってましたので、今真ん中が削られてます。端の方はまだ削られてないですね。これでいけそうですので続けて削っていきます。一応平らになりました。ちょっと外してみます。常磐がないんですけども、このまあテーブルは一応長いカンナで平らに仕上げてあるんで、一応平面が出たような感じですね。ちょっと定規を当ててみたいと思います。これはまあ正式な平坦度を測定するものじゃなくて普通の金差しですけども、一応隙間ができていないように見えます。紙が少し入りますね。真ん中が少し へこんでるっていう感じですね。まあそこそこの平坦度ではできてるようですけど、まあこの面が平らになれば、あとは自動カンナで反対側を平らにするだけですね。まあそれも続けてやってしまいます。
の自動カンナで仕上げたあの面の方ですね。下側はあの例の、ジグを使ってソリに乗っけてやってますけども、こちらは自動カンナで上側反対側を仕上げた面です。紙が一応入らないんですね。ほとんど隙間ができていない。ですからこちらの隙間のある方はですね、こっちの方はまたもう一度あの自動カンナでこの面を仕上げれば、さらにあの平らになると思います。この、まあ、あのジグですけども、ジグといいますか台ですけども、あの、ワークを乗せてくさびを入れて隙間を埋めるというやり方ですね。で、滑り止めのためにあのアメリカのサイトを見てると、あのこのくさびをホットメルトをつけて止めて固定してましたけど、こういうゴムのシートですね、これホームセンターで売ってるゴムの滑り止めみたいなシートですけど、これを使うと滑らない、動かないですね。ですからホットメルトよりもこれの方があの脱着が容易ですので、あのこれでいいと思います。まあ、これであの平面が出ていない板を自動あの手押しカンナを使わずに自動カンナだけで平らにすることができます。最後までご覧になっていただきありがとうございました。